マトウ・シンジ、私の仮のマスターであり、マトウ・サクラの兄。ご覧の通り、冷静沈着、美目秀麗な構成、私には不釣り合いなマスターです。順調に記録伸ばしてるよ、僕がいるんだから。腹立たしいことですが、兵は上官を選べない。ここは不満を口にするより長所を探す方が前向きでしょう。エミアと違って僕はその手のくだらない雑用には興味ないからね。そん時は頼むよ。まあそんなものがあればの話ですが。素晴らしい学園生活です。常人では測れない天才ならではの屈折した性格の賜物と言えるでしょう。何気ない仕草ですら勘に触ります。なんだ、まだいたのかエミア。ですが友人を呼び止める姿は愛らしいものでした。数少ない彼の長所と言えるでしょう。油売ってたわけじゃない。一斉に頼まれて生徒会の備品を直してたんだ。ああ、生徒会にごますりね。この素晴らしい自己解釈で帳消しですけどね。ライダー使っちゃっていいの、エミア。シンジか。自ら正体を明かす勇敢な困ったちゃん。セイバーのマスターも大概ですが、私のマスターも負けてはいません。エミアが来るのは2年ぶりくらいかな。おい、ん？ああ、これはそばに置いておくよ。僕も君のサーヴァントが怖いからね。なんなら君もサーヴァントを呼び出せばいい。断る。そっちが牽制してくれるならそれでいいだろう。ち、使えないやつだな、相変わらず。この数秒、つい手を滑らせてしまいそうだったのは内緒です。半端なマスターと組む気なんてないわ。パートナーならもうエミア君がいるし、あなたよりずっと信頼できるもの。エミア？エミアとお前が？リン、腰が入っていませんよ、腰が。思ったより元気そうで何言うか。私の宝具の一つ、鮮血神殿、ブラッドフォートを用いての戦いですね。ここでもお願いするなら土下座が筋という素晴らしい人生観が炸裂です。何、僕に命令してるわけ？やめてほしかったら土下座くらいするのが筋ってもんなんじゃないの？本当にバカだねお前。ええ、本当に。あとは任せます。状況が不利になった途端、一目散に逃げ出す判断力はさすがです。ライダー、何やってるんだ。ライダー、シンジ。まずい、とどめは私が。待て、分かった、僕の負けだエニア。結界はすぐに止める。ライダー、ブラッドホートを止めろ、今すぐだ。まあせいぜいこんなオチだろうとは思っていましたが。全部壊せ、ぶっ壊しちまえ。まったく困った子ですね、シンジは。ちなみに私の宝具は天魔ではなく手綱の方です。ギリシャ神話においてペガサスを制した英雄の名を冠しています。は？シンジ？ああ、そうですね。そろそろ幕引きですね。セイバーさえ邪魔しなければもろともにすっきりできたのですが。
残念です。こうして私と彼の出番は終わりました。まあいい退場っぷりではないでしょうか。悪行は自らに返るもの。皆さんも日頃の行いに気をつけながら、いい上司に恵まれるよう頑張ってみてください。